それとですね、やっぱり日本のプロダクトローンチで風評が悪くなっている一つの原因としては、コンテンツホルダー、商品を持っている人とマーケティングをやるマーケター、これをその日本ではプロデューサーと呼んでますけども、コンテンツホルダーとプロデューサーっていうのがその別々に仕事をして、コンテンツホルダーは商品を提供する人、そしてプロデューサーはマーケティングを組む人、つまりプロダクトローンチを設計する人という形で仕事が分かれてやるのが、それが一般的っていう形で日本ではずっとそれが行われてきてしまったわけですね。それをやっていくことでどうなったか、つまりそこではコンテンツホルダーが売りたいものを売るというよりかは、プロデューサーが売り上げを上げる、お金儲けというところに強調されすぎてしまって、その見込み客のニーズに見合った満足度の高い最高の顧客体験を提供するための商品提供というよりかは、どれだけその商品を短期間のプロモーションで売るかというところだけにフォーカスされてしまって、で結果的にそこで煽り売り、その誇大広告、商品の提供しているものをはるかに超えてしまうような、そういった期待値を高めるような煽りコピーを入れて売ってしまっていることも、確かに売り上げが上がってしまったんですけども、それで商品を買った人が実際のその商品提供さんに大きなギャップを感じてしまって、でプロダクトローンチは塞ぎ、プロダクトローンチをやる人はその売ることしか考えてないというような悪い噂が広まってしまったんですね。